皆さんおはようございます。今日から10月ということで、まだね、新型コロナテレビで騒いでますけれども、収束することを早く願ってるんですが、でも全くね、周りの人でなってる人がいないので、なんか切実感がなんかどこかへみたいな状況になってると思いますが、でも皆さんやはり気をつけた方がいいと思いますので、お体の方は気をつけて今日もお過ごししていただきたいと思います。で、兄さん、ちょっと、はいはい、じゃあ、気持ちを込めて、はい、カードをシャッフルしていただいていいですか。時計回りにぐるぐる回していただいて、はい、両手でも叩いてもらって、はい、両方いいです。いいね、いいです。こんな感じです、はい、まずトランプさん、今の気持ちは運命の輪ですね。運命の輪、やっぱりなんだろう、運命に逆らわずに、まあ、生きてるというか、まあ、立候補も、その今までの流れの中での立候補であるから、その運命通り、流れ通りに今現在の、自分の気持ちもだし、周りの体制とかそういったものもそのまま引き続きっていう、その運命通りに今現在があるということですね。それで、こちらが、はい、デント、さんは、もうすごい世界のカードだから、すごいいいカードです、ね。自分の世界観を持ってる方です。なんかその制作だったり、そういったものをきちんとお持ちの方で、やっぱりこう、より良く、より良い、アメリカを作っていきたいっていう、その自分の世界観を大事にしてる方かなと思います。だからお二人ともすごく、ね、いいです。やっぱ気持ちはもう、まあ気持ちはね、盛り上がって、今後のね、選挙のためにもあるし、今後のそのアメリカのためにっていう形で、気持ちがこう、盛り上がってる感じです。なるほど。で、対策としては、トランプさんが、これは、皇帝、仕事のカードです、で、これが吊るされた男のギャップ。ね、実はね、こういう感じで。トビーの。トビーの。これでいいです。はい、それで、こうやって、で、トークを上に持ってきて、で、これをこう。うん、はい、これで、占いに。髪の毛ほとんど裏ですよ。10日も裏ですね。星の裏です、日曜日は何でしょう、これ。ねえ、迷いの。日曜日、なんかあります。日曜日はなんか。仕事ですね。ああ、仕事です。迷いが強いです。迷いが強いんだ。ね、個人プレイというか。個人プレイ。日曜日の仕事はあまり人と関わらないかな。関わらないですよ、ね。ただこの日ね、外国人スピーチ来たかなと思って、紹介しちゃって、入れ替わっちゃったんですよ。ああ。まだ泣いてる。あ、それもいい。何、外国人の外国人スピーチ海外行ったんですよ、それに行こうかなと思ったんだけど。あ、そう。それは何、聞くって。いろんな外国の人。そう。その後、外国人、今月来て、あ、じゃあもうずっと仲良くなるんですね。神奈川県に移住します。え、あっちの大学で遊びに行ったら、まだ日本語に編入するって。そうそう、大学に編入をして、あ、でも日本に、そう、行った大学に来た方が就職校で探しやすいみたいな、直接就職で、でもこっちに移住する感じですよ。もう同棲したの。あ、じゃあそれはもう
外国人スピーチを聞きに来て仕事を辞めて仕事をサボってすごいですね。いや、これグローバルになって、カジノ。いや、残念だと、残念だと調査でしたからね。ええ、かもしれない。あ、そうなんだ。じゃあ、うん、そうです。迷いが強い感じですね。月曜日はこれはね、悪魔の逆です。悪魔、うん。これはちょっと人間関係のつまずきみたいな。つまずき、うん、月曜日の仕事。いや、ゴルフはね、休みになっちゃった。じゃあ、特に予定はないので。じゃあ、部屋を片付けば。うん、前の部屋をね、片付け講座出たんです。あ、この前、あ、私も出ましたよ。あ、出たよ。うん、あの、なんだっけ、あの、プラノの。そう、ね、あ、出たっけ、あ、そう、そう、最初の無料講座。そう、個人のやつを受けて、ちょっと僕は一応今年中に片付けようかなっていう方向性だった。うん、でも結構こういう引っ越ししてるから、その度に片付かない。だからね、今の家はもうマンションで、依頼しようがあったから、全部してたんだけど、とりあえずね、ほら、荷物入れちゃったってことだから。すごい長だね、多いんですよ。もうね、断捨離をしないと。天井までね、ケースあるじゃん。透明ケース。あれな、天井までね、3列目積んでた。それはすごい。でも、一部屋なんか全部荷物。うちも物が多くてね、なんかね、やらなきゃって思うんだけど、ついついね、まあ、やらなくても生きていけない。その甘えがいつでも。あ、じゃあこれはね、頑張って部屋の掃除をしないと、はい、人がちゃんと住めるよ、住めるけど、住めるけど、あの、すっきりと気持ちよい、はい、あ、じゃあこの、ね、はい、ここの2つはちょっとあるあんまりでも、外行ってもあんまりね、あ、そうですか、うん、いいことないから家でも、ね、やった方がいい、やりたいことは部屋の片付けを、もう2つは部屋の片付けして、水曜日は読んでしょ、これはね、もう仕事なんですよ、全部。あ、ここ全部仕事。あ、ここ、あ、こうか。こうか。仕事全部。水木金。で、このイベントは。水木金。水木金。もうでも、やる仕事はもう決まってる。決まってます。これも何なんだろう、予定の逆だから。予定の逆。仕事ルーズやっつけ仕事やっつけ話し合いがこじれし話し合いね頑張って終わりにしてたら成果が出ないとここにはなっちゃう、うん、だからそうですね、ほどほどに あんまりほら頑張っても成果出ないから、ほど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 に与えられた仕事をそれなりにやればいい、欲を出す、欲を出す、ね、やるって感じ、ね、うん、でこれはですね、工程、仕事の逆だ、ね、強引すぎる、見通しが甘い、甘い、うん、指示が得られない、目力、目的を失う、あんまりいいことでも仕事が思うようにいかないのかしら、自分が思ってたのとはちょっと違う、うん、方向に行くのかもしれない。じゃあ何、場所に迷っちゃっていけないってこと？迷う。実は毎日ね、違う場所に行くんですよ。あ、ここは、うん、あ、じゃあその日にならないとわかんない。いや、分かってたけど、あ、ここかなと思って言って、あれないわ、みたいなとこ、時もあるんですよね。あ、たまにほら、たぶん、市役所なんかでも、ね、場所もあったんで、あれ今ないじゃん。どこ行ったんだって。場合は。移転してたりとか。そうそう、だから、下調べを、あれ、準備をしっかりしてっていう感じ。ああ、ね。ネットで見ると、昔は情報残ってるじゃないですか。情報で行くとないってこと結構あるんですよね。あれ、Google とかね、1年半前とか、ね。そうそうそう。うん、やっぱそこにね、そうそうそう、建物あっても今違うんだったり。あって、あれ、あれだって、なんだっけ、カーナビとかもね、早々更新しないと。でもあれか、ネットとかスマホとか、あ、そっか、スマホ。ね、スマホもね、これでナビで行くでしょ。逆にしようとしたんだよね。やっぱこの中の GPS 機能も逆になってるんですよ。だから、私は自分から、気をつけて自分の地図を見て。アナログでね、それがいい。だから、その辺がちょっとね、迷い。迷うとか、うん。で、唯一いいのはね、これいいのか、ね、金曜日です。うん、いいです。医者だけです。いいです。ここも仕事。仕事。これはだから、ちょっと人と違うことをやりたがる。これだけできない。ちょっとあれなのかな、いつもの仕事とはちょっと変わった。あ、変わってる。そうですね。ちょっと時間帯で違うんですね。いつもと違う感じの仕事で、ちょっと新しい、ね、発見があるのかもしれない。そうなんだ。うん。
うん、新しい発想とか、この仕事をすることでちょっとマスターのこう新しい発想とか発見とか、それが現れるのかもしれない。だから唯一ね、唯一金曜日。あ、そっか、金曜日。何日？これ日曜だもん、4、5、6、7、8、9、金曜日。日曜日がこの星の逆だから、ちょっとこう、これ土曜日。あ、土曜日。土曜日があるから、イベント。星の逆なんで、あ、思った。やっぱりあのコロナ明けて初めてのね、久しぶりのイベントだから、ちょっとこう人でっていうか、その辺がね、みんな躊躇しちゃうかなり、ないかもしれないので、ね、だからもうその対策、コロナ対策とかね、そういうのも前面に押し出して、あのきちんと対策してやってますよ的な。ね、文言をバンとね、出すとか、そういう集客の方法とかね、そういうのを考えて、で、今さ、消毒のやつも、結構自分でこうしてやるでしょ、なんか押すの嫌だって人が中にいるんだって、だからね、ほら、あの足でね、スーパーなんか足でこう、なんで最近スーパーさ、足でこう、ポンプ式で、なんかね、自動で出るのあるんですよね、これがちっちゃい自動でこうやってやるから。あれちょっと前ね、あの、本社で見つけたんだけど、今ね、その人に全くないんだよね、あれ自体。あら、それはもしかしたら、それをね、ここまで見つけないと。うん、そうしたら、ああいうのを選ばないと。ね、そうですね。ね、結局は、なんかその、ポンプ式のはちょっとね、結構今、スーパーで足で押してこう、行こう。でも、来ればしょ。足で押して。でもあれは持ってくるといいんだよね。なんかあれね、頭から出ないんだよ。頭から出ないんだよ。私なんか、あ、そう、全部、頭から全部こう、ちょっと出てくる。そうそうそう。ミストみたいな。そうそうそう。なんかお客さんが出てない。じゃあまあ思ったよりは人が来ないと。うん。っていう感じですね。はい、わかりました。でもまあ最初だから別にね、久しぶりだから、とりあえずこうやることにね、意義があるから、今後の、またね、今後のチラシとか、今後のね、予定とかそういうところで、また拡散していければいいと思います。そうだ、これね、ちょっと今までちょっと受付さんも来れなかったんですよ。受付さん、今までさんとか、今さん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 、いや、マスター一人で。いやいや、違う。あの、竹内さんってことね。あ、竹内さん。うんうんうん。あれ、竹内さん。もうここは辞めちゃったの？いや、辞めたいなんだけど、なんか来ないよね。仕事してるのかな、なんかしないと。懐かしいですね。竹内さん。ゆめさんにもう一回頑張ってもらっていいですか？モニターの方。はい、わかりました。ありがとうございます。であれ気配薬は気配薬出るの気配薬出るの気配薬出るのこれ出た方がいいんですか？いやでもね、例題に出すほどでもない。他にね、いれば、うん、いれば本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうまさかオーレの話で盛り上がるとは思いませんでした。すいません。はい、あのもうそれがアマピーさんによってね、新型コロナがねなくなってくれればいいなという願いがあって、今年はもう本当に純不動で皆さんにお渡ししているという状況でございます。すいません。はい、最後はそこに戻んなくちゃね。で、ゆみこさんがね、お話で、ちなみにゆみこさんはどういうふうに、こっちがトランプさんとバイデンさんだったら、どっちがやっぱり大統領に、やっぱトランプさんになりました。トランプさんになりましたっていうのが、ユミコさんの考え。でも、前回ほらね、石破さんなんだった。まあ、あれは決まってたからね。ちょっと決まってたからね。申し訳ありません。はい、じゃあ、ユミコさんやっちゃうね。はい。ちなみにこれ結果から申し上げると、やっぱりどう考えてみても、
あのトランプさんを自由に行くでしょっていうね、ところにおいては、やはり私もええとしか言いようがないんですよね。大変申し訳ないですけれども、不誠実な政治をしそうだから。っていうところが、やはり皆さんが言ってるところの B でございます。バイデンさんっていう人と会ったこともないし、トランプさんとも会ったことはございません。けれども、なんかトランプさんっていう人はテレビだと傲慢そうなね、感覚だし、なんか性格悪そうだっていう、そういう報道しかしてこないけれども、でもこの人、やっぱり運命のあのカードが出てるってことは、これを機会に何かまた変わっていくっていうところはあるのかなっていう、なんか淡い期待がある。で、助教皇さんと確かに皇帝さんは仕事人間だって私は言ってますけど、男性でやはり助教皇が出るよりも皇帝が出た方が強いんですよ。どうしても。女子が助教皇出すのいいんですよ。別に女子だから。でも、バイデンさんっていう人は気持ちの中で負けてる感じがすごくしたんですね。皇后だから。なんか迷いながら、なんかあのアメリカを牛耳ってやるぞみたいな、そんな感じ。だって圧力がすごいですね、上からのね。なんかあのそういう組織っていうのかな。そういう組織の中でこう動いていけるような、そんななんか人格としては弱い感じがしたってことです。こっちの人の方が強い感じがすごくなんか感じられちゃったので、ってなるとやっぱり由美子さんが A のトランプさんっていうふうに言っていただいたように、私も A ですってあのお客さんには答えちゃうかなっていうふうに思いましたし、ね、もう本当にこの2人がどっちが、ね、なるかによって日本の、ね、情勢変わってきちゃうので、それ考えると、やはり日本に好意的な人がなってほしいなって、私はすごく思いますし、北海道にね、中国人がね、500万人ね、なんかあの、ドーンとね、なんか移住するって話とかもね、あって、北海道ですよ。だから、それっていうのもちょっと、なんか中国がね、どんどん日本をこう占領しようとする、なんかね、兆しじゃないけど、本当になってほしくないなっていうふうに思っていますし、島々をね、なんか中国は日本の島々を取ろうとしてるみたいなね、そういう感じの何装いっていうのかしらね。いやー、どうなっていくんだか、それもやっぱりアメリカの大統領によって変わってきちゃうのかなっていうのもあるし、まあ、あの日本のね、コブチルトやっていう感じですけど、ね、トランプさんだったらどうしてくれるのかなみたいな、そんな感じですけどね、マスターさん。あのバイデンさん、助教皇が出たとは、副大統領が 女性だから助教皇。違います、この人自身が、なんかね、か弱い感じがするの。強さを感じない、悪いけど。もう老人だから。そういうことですか。そうですよね。どうしても教皇だもんね。やっぱりできれば皇帝出したいですね。皇帝さんがやっぱり、一番に出てほしい。はい、民主党のあれがいないんだなと思った。教皇アメリカで、ね、ちょっと弱い。70代ですね、どうなんだろうっていう感覚ですね。まあだからね、本当のところの性格がね、モカさんね、あのトランプさんと付き合ったことないんでね、よくわかんないんだけれども、あれは報道だけのね、トランプさんなのか、やっぱりもね、確かに面白いかもしれないし、なので、来月にならないとね、これは結果は要するに出てこないですけれども、今のところ、由美子さんがやった内容っていうことでは、あの以前ですね、あの安倍さん、じゃない、なんだっけ、あの新しいね、首相がね、誰になるかっていうことで、結局ね、菅さんになっちゃったのはね、やっぱりもう決まってたからっていうね、感じで言ってたけど、その通りになっちゃったなっていうことだったので、そう考えると、やっぱり今のところこっちの人の方が強いかな、という感覚なんですけど、やっちゃん、どうですか？そうですね。そうですね。いいですよ。これね、トランプさん。吊るされた男のギャップっていうのは、はい、あれですか、周りから足引っ張られたりとかする。
今ほら脱税の問題が出たりとかあって、そういう問題なの。まあ結局この人自身そうやって大きくなってきた人みたいなんですよね。うん、要するに、何みんなに拍手されてね、いいですよ、歓迎っていうよりも、なんか潰しにかかってくる人に向かっていくみたいな、そんな雰囲気。ねえ、うん。だから、そこがやっぱりあの人のエネルギーパワーになっちゃってるのかもしれないですよね。ちなみにオーラ。オーラ見ろってまだ見ろ、オーラ。だって皆さんのイメージは何色よ、じゃあトランプさんのオーラ、オーラ、オーラ、オレンジ。うん、何色っていうイメージですか？オレンジイメージ、オレンジ。やっぱり赤っていうイメージじゃないですか ね、トランプさんっていう人は。うん、もう、なんていうのか、突き進めじゃないけれども、行くぞって思ったら、もう何が何でも行っちゃうみたいな、そんな感じ。うん、だって、オレンジってユニークさがあるんですよ。この人、ユニークさありますよ。ないですね。うん、そう、自分の気持ちしかない感じだから、赤。っていう感じです。じゃあ、逆にバイデンさんは何色っぽいですか、皆さん。バイデンさん、顔が重いから。そうですよね。おとなしっぽいですね。黄緑。なるほど。黄緑と紫ね。なるほど。私が考えてた色を言われてしまいました。やっぱり真面目だけれども、霊感っていうのかな。何か持ってそうですね、あの人もね。でも、霊感だけじゃやっぱ潰されてきますね。うん、アメリカという大陸が大きすぎちゃう。うん、だからやっぱり良かったですよね、この人ね。だからオーラね、赤持ってて。ちなみに菅さんは、菅さんのオーラ、あの人黄色っぽいですよね。黄色と青がなんか混ざり込んでるみたいな感覚。うん、でも金もある、金、金もあるね、あの人は金。金色も持ってる。金、粉、粉でしょ。だってあの人、秋田のね、秋田のだって普通のね、農村の息子ですよ。それがあそこまで、ね、上り詰めたって普通はできますか？考えられないですよ。なんか豊臣秀吉みたいな感じで、雰囲気としては、私の中で。だから、上まで残り詰めるっていうことができたのは、もともと持ってるオーラが違かったのですよねって思いました。トランプさんはもともと赤を持ってるはずなので、小さい時からこれ持って。でも、この人小さい時から紫持ってたはずなんで。うん。で、黄緑と緑っぽいところをみんなに認められていた、いったみたいな、そんな感じですね。バイデンさんの場合は、霊感とか直感力とか、そういうのでこの人生きてきた可能性があります。あのモカさん持ってるから、ね、紫、だからそう考えるとバイデンさんって言ったね、モカさんがわかる。ああ、オーラがなんとなく向けた。オーラそうでしょ。これはね、圧力だから、上からの、きっと、それで潰されそうな感じがする、この人はね。うん。だから、そうなると、まあね、今後先の、その、日本を左右する、まあ皆さんで見守ってみていただければな、っていうふうに思いました。はい。